はい、どうも、いつもね動画見ていただいてありがとうございます。今日もねゆるい動画の時間です。それでね今日はね、コペンちゃんとロードさん、こちらをね、紹介していきたいと思います。それで実は視聴者様からねオープンカーを買おうと思ってますと。それでまあ私がたまたまロードスターとコペン2台持ってるんでね、どっちがいいですかっていう質問をいただいたんですよ。それで私のこのコペンちゃんもロードスターもだいぶ改造してるのでね、まあアドバイスになるかどうかわからないんですけどね、ちょっとまあ私が持ってた感想をね、言っていこうと思ってます。それでまずは車高を下げてますマフラーを変えてます。それで大きな違いはコペンちゃんはオーバーフェンダーつけてます。ロードスターは、車体はノーマルで、これ新車のままの塗装のままです。それでね視聴者様が多分一番知りたいね、走っててどうなんっていうところと思うんですけど、例えばですよ、オープンカーにして風を感じてこの開放感、これはねコペンもロードスターも同じです。本当にねもう両方とも素晴らしいぐらいのね開放感があります。これはね本当に同じなんですよ。それで走っててこうブーンってこう伸びていく楽しさを味わうんだったらもう断然ロードスターです。コペンちゃんはねターボなんでねこうヒューンヒューンはあるんですけど、ヒューンって言ってそこまでけど、まあ法定速度っていうのがあるんでね、どっちもね、まあ、この法定速度内だったら同じ感覚なんですけど、例えばこうボーンってこうサウンドを楽しみながら走るっていうんだったらもう断然ロードスター。やっぱり排気量がね大きい。この方のロードスターは1600と1800があるんですけど、まあ私のはこれ1600なんですけどね、やっぱり排気量が大きい分ね、その上の伸びっていうのはね、やっぱりもうロードスターに軍配かなと思います。と言ってじゃあほらコペンが買ってるところはないのかって言われたらね、もう一目瞭然、この電動です。電動で開け閉めできる、これはね、コペンちゃんがもう絶対上です。だから電動で開け閉めって言うんであればね、私はコペンを選びます。それで走るこう例えば峠とか楽しむんだったらロードスターの方がいいかなと思います。やっぱりねこの私の仕様が悪いんかもわからないんですけど、コペンの方がねギシギシ音とかコーナー入っていった時の挙動とかはね、やっぱりロードスターの方が安定してるかなって思ってます。まあそんな感じでもしスピード出してこうワインディング行くんであれば、私は断然ロードスターをおすすめします。それで街乗りでこう楽しんでこう駐車場どこでも入れてって、やっぱりちっちゃいんでね、まあこれオーバーフェンダーつけてもたらダメなんですけど、の場合はねコペンちゃんの方がこう電動で開け閉めっていうのはね、これね私にとってね評価めっちゃ高いんですよ、電動オープンっていうのは。だから電動オープンだけで言ったらもう絶対に軍配はコペンちゃんです。それで私がこの改造してるんでね、このロードスターのこのタイヤホイールとこの、コペンのタイヤホイールなんですけど、ともにノーマルではね絶対つけれないサイズなんですよ。これロードスターの場合ね、9J と 8J のオフセットを例えば0だったと思うんですけど、これね車高を下げるごとにロードスターって中に上が入っていくんです。それでここまで下げてようや入ってるっていうような感じなんで、これノーマル車高にこう車高を上げていったらタイヤがこう出てくるんで、フェンダーより若干出るのでね、このリアは絶対におすすめはできません。それでこっち側はね、これ 8J か 9J かちょっと忘れちゃったんですけど、まあオーバーフェンダーつけてるのでこれノーマルサイズにはもう絶対に合わないです。私基本的にねこのフカリムがめっちゃ好きなんですよ、昔から。それでこういう仕様にしてるんですけど、ちなみにこの、コペンちゃんのこのね、ロンちゃんのこのホイールサイズはね多分市販ではされてないと思う。これはリバティウォークさんのね、オリジナルのオフセットと思います。それでちょっとなんぼかねちょっとわからないです、ごめんなさい。まあ、そんな感じで全体的に見てね乗ってて
両方ともめっちゃ楽しいんですよ。だからどこを選ぶかです。このどっしり感とこの音とこの伸びを選ぶんだったらもう絶対ロードスター。こうおしゃれにね、こうあの電動、これ電動電動ほないに開け閉めせんでないかって、皆さん思われるかもわからないんですけど、例えばね、昔の車ってパワーウィンドウでなしに、今ボタンでこうウィンドウ上がったり下がったりしますよね。昔のでこうぐる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 回したりするんですよ。いざあの助手席を開けろと思ったら遠くて大変で、これも例えば電動の場合はね、あの運転席に座っとってグイグイってこう開け閉めできるんですけど、やはりね、このロードスターの場合はあの降りてするっていう、まあ乗ってたままできるんですけど、それやった場合にね、あのどうしてもあの後ろ の, あのウィンドウがね、私の場合まだビニールなんでね、それが折れたりするんで、まあこうこれをあの折り目がつかないようにしたりするのはやっぱ降りてしなければならないんですよ。だからね、そこってね結構ねあんまり出ないんって言われるかもわからないんですけど、私の中ではウエイトめっちゃでかいです。それでまあ両方とも言えるのはね、開放感は抜群です。それで、本来の質問、どっち選びますか。これね非常に難しい質問で、あの私がまずロードスターコペンとロードスターった時にね、ロードスターを選んだ、なぜ選んだか、これはやっぱりね、FR エンジンが前にあって、後ろかき、タイヤが後ろかきの肉、これね86とかもみんな同じなんですけど、やっぱりね FR が好きでね、それで、まあ、私のあのスピード感から言ったらこの1600とか1800ぐらいがね身の丈に合ってるのでね、だから私はまずロードスターを買いました。その時はね、このコペンっていうのは眼中に全くなかったです。コペンが欲しいなと思ったのはこのリバーティーウォークさん、このリバーティーウォークさんと出会って、それでこの、あのオーバーフェンダーのもう虜になっちゃったんですよね私。55歳、54歳ぐらいの時から、それでね、どうしてもこういうカスタムがしたくてね、コペンを選びました。だから基本ね FF を選ばない性格の人間なんですよ。あのこのコペンちゃんは FF なんですけど、それでね、やっぱりあの乗ってよかったなと思うのはこの、 あのターボのヒュッと前に出るのと、それと電動オープン、これはね、めちゃくちゃ良かったかなと。快適性はもう本当に同じです。でスピード出してコーナー行くんだったらやっぱロードスターと、まあそんな感じでね、一長一短あってね、どっちがいいっていうのは軍配上げにくいんですけど、私が例えばこの2台、この仕様でこの2台選べって言ったら、もうごめんなさい、はっきり言うてね、もうどっちがええってね、決めきれないです。だから2台持ってるんです。だからコペンもいいしロードスターもいい、まあ、それとね今の新しいロードスターを私知らないんですよ。これもあの初期のロードスターでね、めっちゃ古い、これも30年ぐらい前のロードスターなんでね、多分今のロードスター乗ったらもっと居住空間はいいのかなと思いますけど、私は、このロードスターがいいのはこのリトラクタブルのライトが開け閉めするっていう、これがいいのでこれを選んでます。いかがでしょうか今日の動画。またあの質問にね答えになってないか、ちょっと外れていってるかも分かりませんがね、もしよかったらグッドボタンお願いします。それでね、またあのリクエストあったらねコメント欄に書いてください。私のね撮影できる範囲であればね、いつでも撮影してまたアップします。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。今日はロードスターとコペンの私の個人的な感覚の比較でした。最後までお付き合いありがとうございます。おーす。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おーす。